はい、皆さんこんにちは、ユアンド委員長です。今日はご要望が多かったぶっこ抜きを解説交えて取りたいと思います。で、被験体はこちら。アキオスケベワオアキオスケベでございますね。はい、ということでぶっこ抜きの基本っていうのはこう波を打たすようなイメージの瞬間的な引き、わかります？で、ちょっとここをもうこのぐらいからちょっと取ってもらっていい？ここの筋肉が張り出して詰まってる人が7番、首の骨の一番下と胸椎の上1番2番あたりがぎゅうぎゅうに詰まっちゃうんだよね。でこれをですねやりたいと思います。これはこの奥触っても固まってるかどうか、これをハイパーチェックします。これですね、この奥ですね。いいですか？でちょっと引いて、僕映ってる？今は映ってます。そうで、ちょっと引いてこういう動かし方で、この時下の手で筋肉がどういう反応してんのか、引っ張った時のストレッチに対してどういう反応してんのかっていうのを見ます。そしてこうやって揺らした時の体の力んでないのを確認して肩甲骨を使うんですよ。その稼働させる範囲がちっちゃいんで自分の肩甲骨を使って引っ張ると、お分かりいただけるだろうか。もう今なっちゃいました。もうちょっとなっちゃいました。これ持ってたらって。そうそう。で、これでしっかりとロックして、体のこの揺れる線に対してまっすぐ持っていく。こういう感じ。こうして、こう、こういう感じ。こうしてこう、こういう感じ。そうすると今多分波打ったでしょ、体が。ああいう感じでウェーブです。この動きで、この動きで幅作る。で今日詰まってなかったけどね、ちっちゃくなりましたけど、それより上の方がやっぱりどうしてもいい。すごい。それより上の方がどうしてもいい感じ。
で、ただこのぶっこ抜きに関しては1回やると結構長期間持つんだよね、うん、そうなんで、あの多分オープニングの撮影の時のぶっこ抜きの効果が残っちゃってるんだよね、はい、今これね真上から撮ると首長くなってるからちょっと待って真上ってここだよ、違うでしょ、動画ってのはこう、そうゴー君がカメラをやってますので後が不安ですということです。はい、ということです。ご理解いただけたでしょうか。ご視聴ありがとうございました。ちっちゃくなりましたけど、うん、それより上の方がやっぱりどうしても、すごい、 それより上の方がよかったらチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。キモ